チャオ、こんにちは。今日はですね、サルシッチャとショートパスタのトマトソースを作りたいと思います。具材は手作りの生のサルシッチャと、まあ、サルシッチャって要は腸詰めですよね。それプラスナス、あとは玉ねぎ、この3つです。美味しくできるでしょうか。それでは最後までどうぞご覧ください。どうぞ。豚バラ肉の薄切りをスライスしていきます。スライスじゃないな、カットしていきます。包丁2本使って細かく粗めに、ひき肉を混ぜたらハーブ類を入れていきます。今日はローズマリー、タイム、ニンニク、オレガノ使いました。これはお好みで大丈夫です。塩とコショウをしてから混ぜ合わせていきましょう。あ、そうそう、赤ワインも入れるのを忘れなく。手早く混ぜ合わせたらラップして包みます。通常はここは腸詰めの皮を使って入れるんですけども、今日は中身だけなんできっちりねじります。両端は縛っといた方がいいですね。空気を抜いてから、玉ねぎはなるべく細かくみじん切りです。ちょっと焦げすぎたかな。サルシッチャは6時間から1日置いた方がいいです。入れてる間に玉ねぎが焦げてしまいました。焦げないように炒めてくださいね。白ワインでフランベします。アルコール分とワインの酸味を飛ばしてあげます。ナスは別の鍋で揚げます。油多めで。
ここでトマトペーストを投入して先ほどの揚げたナスを加えます。まずショートパスタってなんかいまいち日本では不人気なようなんですよね。そもそもパスタの棚行ってもスーパーの、だいたいロングパスタは主流で、あんまりショートパスタってないですよね。だからメーカーによっては通常は 500g の袋で売るんですけど、それをわざわざ半分にして250にして売ってる、そういうメーカーもあるぐらいです。ところがイタリアだとね、逆なんですよね。むしろ僕の見た感じだとショートパスタの方が棚の面積は広かったと思います。まあ、それぐらいショートパスタがイタリアでは本当に普及してて、多分巻くのが面倒くさいとかそういうのもあるんでしょうね。ショートパスタだったらぐさぐさって 3,4 本刺してザクッと一気に口に持っていけるんですよ。だからイタリア人はショートパスタ食べる時のスピードがむちゃくちゃ速いです。もう僕全然ついていけませんでした。あとサルシッチャ、サルシッチャは香辛料を詰め込んだだけのひき肉の塊ですけど、通常は腸詰めにするんですよね。でも、こうやってパスタとかに使う場合は腸詰めにする前の段階のサルシッチャの中身の部分を具材として使ったりします。今回これで 2,3 回目なんですけど、だんだん慣れてきて、サルシッチャ手作りうまいねみたいな感じになってきて、いただきます。さあ今日はショートパスタでございます。歯ごたえ十分だね。てかこれサルシッチャです。おほ、ローズマリーが効いております。うまいね。なかなか手作りサルシッチャいけるね、これマシ。はい、ごちそうさまでした。今日はショートパスタとサルシ生のサルシッチャをまず作って、作り方ね、ご覧いただいたようにとても簡単でしょ。それをちぎりながらナスと玉ねぎと一緒にソテーしてトマトソースでまとめるという、簡単なレシピでしたけども、次回はサルシッチャのグリルを作ってみたいとも思ってます。それでは今日はこの辺りで終わりたいと思います。美味しく作ってくださいね。よかったらチャンネル登録とグッド評価とよろしくお願いいたします。ではまた、チャウチャウチュ、ではまた、チャウチャウ。たっぷり油を吸わせたナスです。いいね、最高。